結構出てきます。眠さそうですね。ちょっとすっぴんの時はさすがにちょっと眠そうに見えちゃうと思うので。目尻側は多分。そうだね、結構出てきますね。まあメイク映えっていうか、そういった顔に出すのはこれもあるかもしれないけど、ただすっぴんの時は少し 眠たい感じの印象になっちゃう。目閉じて、目開けて、まあ、さっきのはこっち、一個前のやつね。まあすっぴんでもよくはないさだったらこっちかな。そうですね。今よりはちょっと。まあ、全然今の右目に比べたらね、ここは広いよね。まあ二重ならもかなりしっかり見えてるので、うん、まあ、そういった意味ではメイク映えもすると思うんだけど。あとはもう好みかな。もうちょっとこの口側を少し広くするのができますか？ それね、二重の手術ができないんですよね。やっぱ毛根だってひだが突っ張っちゃってるので、これをね、解消しないと目閉じて、二重の幅だけ広げてしまうと目開けて、こんな感じになっちゃう。あ、広がんないでしょ、目頭側が。ただ実は、そうなんですね。毛根だってひだの影響なので、ただ少ない方だけどね。かなり目頭側までラインが出てますよ。そうなんだ。でもまあこれよりは、これはちょっと、目閉じて、目開けて、こっちの方がまあナチュラルかなって気がするけどね。まあ、より平行型に近いすね、広型。どうですか？目閉じて、目開けて、今こんな感じでしょ。疲れちゃうね。まあ、末広型で多分限界はここ、これ以上いくとさっき見たら S 字が入っちゃうかな。うん、目頭はこのままこう落ちてくる感じですか？目尻ね。あ、目尻、そうそうそう、目尻側は自然と落ちて、黒目の外側まで止められるけど、目閉じて、目開けて、こっから先はこんな感じだと。こっから先止められないんですよ。うん、グランドループ方が一番ギリギリまで止められるけどね、それでもこの辺までははい。OK。目閉じて。目閉じっぱなしにしていってね。じゃあできる限り末広型で最大限って感じですね。目閉じて。目開けて。より目頭側から末広型で最大限広すところが